後藤勝本は、戦国時代の武将、越後国上杉氏の家臣。新六、佐京介を称した。子に、新六がいる。初見資料は、A68 年3月5日付の結城春とも、書状写しで、勝本は、越後上杉氏と結城氏、小山氏との間の取り次ぎを務めている。また、同年2月29日付、倉田紀伊守宛、 川田長近所長内氏には勝つ元に否定される、可能性のある佐京助の名が見られる。上杉謙信の関東侵攻後、倉賀野市や川田氏ら上野国衆と共に、上野国の首相となる。A62 年の越僧同盟に際して活動が見られ、前年3月からの本城茂町の乱においては、足名市のもとへ派遣されているほか、ダテ氏との外交にも携わっている。 元気三連には、越相同盟の破綻により、上杉氏は、越後上田省の上田州を、越中国に配置し、代わりに、栃尾州を、上田省に配置されている。勝本は、栃尾州を率いて、上田省坂戸城に在城しており、天正2年2月5日付、上杉謙信所状によれば、上野における、軍事行動が行われている。天正5年の奥付けを持つ、 上杉家,家中名寺尽くしで本には、後藤左京領として記載があり、北条高広、影広、名場賢三に次いで記載されている。天正六年の上杉謙信死去の前後に出家しているが、法名は不詳。天正六年、謙信死後のお立の乱の際には、上野国防衛を放棄し、越後へ帰国し、当初は上杉影勝につき、後に影虎方に転身し、 鎌沢城を拠点に、北条高弘河田茂地から継承型の武将と協力し、継承型と敵対した。翌天正7年2月には、鎌沢城が落城し、上田省は継承型に制圧され、3月17日には、小竹城が落城しかげ虎は自害した。その後は継承に信任され、越後統一のため奔走する。継承の佐渡平定の際には、 両本魔市の内乱の朝廷に入った。上杉家は、この朝廷の直前に、佐渡仕置きの勧告もしていたが、結局朝廷は失敗し武力制圧することとなった。ありがとうございます。